月9、君が心をくれたから3月18日 OA、最終回あらすじ部、永野芽郁の聴覚が失われるまで1週間、太陽、山田裕貴と、思い出の場所、高校へ。女優の永野芽郁が主演を務める連続ドラマ、君が心をくれたから、フジテレビ系、月曜あと 9.0 の最終回が18日、放送される。異国情緒あふれる長崎県を舞台に、主人公の愛原、永野が愛する蝶や太陽、山田裕貴のために、自分の心を差し出す宿命を背負うという、ファンタジーラブストーリー。悲しい過去から自分に自信が持てず、人に心を開くことができなかった雨は、ふるさとの長崎に戻ったある日、かつてただ、一人心を通わせた、高校時代の先輩、太陽と10年ぶりの再会を果たした。しかしその直後、太陽は交通事故に遭ってしまう。悲しみに暮れる雨の前に、あの世からの案内人を名乗る男、日下、斎藤匠が現れ、雨の五感を差し出す代わりに、太陽の命を助けると提案してきた。太陽のため、雨がその奇跡を受け入れると、翌日、太陽は、事故後の状態が、嘘のように元気になっていた。しかし、男の言葉通り、雨は、味覚、嗅覚、触覚、視覚をなくし、最後の五感は、聴覚のみとなった。君が心をくれたから第10話振り返り。雨は、太陽から嬉しい報告を受けた。桜祭りの花火大会で打ち上げる花火の審査に太陽が合格し、トップバッターを務める太陽の父、陽平、遠藤憲一の次に太陽の花火が打ち上げられることになった。雨は大喜びで、どんな花火なのか尋ねると、太陽は当日までのお楽しみとしながらも、俺の人生で一番大切だった10秒間かなと返した。花火大会当日、雨と太陽が会場で合流すると、雨が視覚を失うまでのタイムリミットは残り10分に迫っていた。まず陽平の花火が打ち上がったが、ここで機材トラブルが発生。太陽の花火が打ち上げられないまま、時間だけが過ぎていった。焦る太陽に、雨は、太陽の人生で一番大切だった10秒間とは何か聞いた。太陽は初めて声をかけたあの雨の日と高校時代の思い出を語り、あの日雨に差し出した赤い傘をイメージして花火を作ったと打ち明けた。すると雨は走ってきた観客とぶつかってしまい、体勢を崩してしまった。その瞬間、花火玉の笛の音が聞こえ、太陽から、来たよと声をかけられた雨が振り向くが、花火が開く前に、雨は視覚を失ってしまった。花火を見ることができなかったが、綺麗。よかった見れてと優しい嘘をつく雨。太陽は、雨の視線が、花火とは違う方向を向いていることに気がつき、たまらず号泣した。雨は最後にこんなに素敵な花火を見せてくれて、10年間願い続けた夢を叶えてくれて、本当に本当にありがとうと笑顔で語った。